脳血管障害とは、脳の血管が障害を受けることによって生じる、疾患の総称である。脳血管障害は、脳出血と脳梗塞の2つに分類され、さらに脳出血は、脳内出血と蜘蛛膜下出血、脳梗塞は、脳血栓及び脳側栓に分類される。内急激に発症したものは、脳卒中、脳血管発作、一過性脳拒血発作と呼ばれる。 俗によいよい、中部とも呼ぶ。脳血管障害に共通するのは、脳を栄養する、頭蓋内の血管に異常が発生し、出血による炎症、圧迫、または拒血による脳組織の障害により発症することである。脳梗塞においては、動脈硬化が最大の危険因子であり、動脈硬化の原因としては、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、 喫煙が挙げられる。一方の脳出血では、脳内出血では高血圧が、蜘蛛膜下出血では、脳動脈瘤、脳動静脈危険及びもやもや病が大きな要因となる。日本では、食文化の欧米化とともに罹患率が上昇しており、予防、再発防止、リハビリテーションとも大きな課題となっている。高血圧については、脳卒中の発症を予測する上で、 脈圧、拡張期血圧などと比べ、収縮期血圧が、生や人種に関係なく、最も重要な因子であるとする論文が、アメリカンジャーナルオブハイパーテンションの2007年3月号に掲載された。高血圧、喫煙、ウエストヒップ比の低地、不健康な食事、定期的な運動の欠如、糖尿病、中等度あるいは高度のアルコール摂取、ストレス、または、抑うつ、 アポリポタンパク BA1 比の高値という9つの因子は様々な国での脳卒中のリスクの90%を占めていた。中でも高血圧は単独因子として虚血性及び出血性の両脳血管障害の52%と出血性脳血管障害の74%に関与していた。慢性的な睡眠不足状態にある人は高血圧、糖尿病、 高脂血症、心筋梗塞、狭心症などの冠動脈疾患や脳血管障害といった生活習慣病にかかりやすい。脳血管障害が生じる場合、その治療方針は各疾患ごとに異なるので診断をせずに血圧を、はじめとしてうかつな治療をすることはできない。神経診断は、神経診断学に基づき、病院診断、解剖学的診断、 臨床診断と3ステップで行うのが通常である。解剖学的診断を行うための診察項目は非常に多い。救急室ではこのような対応は不可能なことが多く、頻度としても救急室に来院する神経病が疑われる患者の多くは脳血管障害であるため、より簡便なスクリーニング法が発達してきた。 スクリーニング診察はあくまでも神経病の存在診断のために行うものであり、体系だった神経診断学に基づく診断に比べ、局所診断、病院診断の情報は少ないものの、短時間で行えることから救急室では好まれる。スクリーニング診察の項目としては、意識、脳神経、運動神経、感覚神経、歩行、姿勢、髄膜刺激症状、 自律神経、協調運動、心部腱反射などを一通り行う場合が多い。スクリーニングの項目だけでも脳血管障害のかなりの情報を得ることができる。ほとんどの脳血管障害が肩麻痺を主祖とするため、これを想定する。まず顔面に麻痺が存在しない、低部以下の肩麻痺であれば脊髄レベルの血管障害と考えることができる。肩麻痺と対側に、 顔面麻痺がある場合、すなわち抗体性麻痺であれば、脳幹障害である。脳幹障害は、気管内相関の必要が高くなる。咽頭反射の消失など多麻痺症状。抗体性麻痺はいずれも、気管内相関を積極的に考える状態である。頭部 CT を緊急で行う必要がある。合間に行う、神経診断としては、脳神経の検査である。 脳神経 i4 麻痺ならば、中脳、脳神経 v8 麻痺ならば、橋、脳神経912麻痺ならば、炎髄が、責任病相である、可能性が高い。肩麻痺と同側に、顔面麻痺が認められる場合は、皮質化レベルか皮質レベルの障害である。この場合、点途上病変であるので、動向変異が存在すればそれだけで、変異方向の皮質レベルの障害である。 同行変異が認められなければ、皮質症状が認められるか、認められないかで判別する。皮質症状が存在すれば皮質レベルの障害であり、皮質症状が存在しない、あるいは感覚障害が存在しなければ、皮質化レベル、すなわち楽な拘束である。皮質症状は有意半球の皮質症状としては、失語が有名であり、劣位半球皮質症状としては、 障害血管の目安としてはそれ以外の工事機能、障害、失忍、執行、反則空間無視が挙げられる。また、両側大脳皮質の機能として複合感覚もあるため、これも皮質症状とする。広範な皮質症状としては意識障害も挙げられる。障害血管に関しては、皮質レベルの障害の場合は、全部大脳循環系の障害が疑わしい。 下肢の障害が強ければ全大脳動脈領域、顔面や上肢の障害が強ければ中大脳動脈領域、同名反応や原子が認められれば、5大脳動脈領域が疑わしい。皮質化、特に内包、視床、大脳規定核は、線痛枝によって、主に管流されているため、皮質症状が存在しなかったり、感覚麻痺を伴わない運動麻痺や、 運動麻痺を伴わない感覚麻痺は楽な拘束を疑う。脳血管障害の極在診断で非常に便利な所見をまとめる。救急室においては超急性期から急性期の所見に基づいて病名とヘルニア、水頭症の有無区別できれば十分であることが多く、蒸気表に基づいた評価が行われるのが一般的である。血栓誘拐療法の普及に伴って、 まずは CT 撮影を行い、出血がなく明らかな脳血管障害を疑う症状、溶液があれば脳梗塞と考え治療を行うこともしばしばある。急性期の脳内出血の検出力としては CT と MRI は同等だが、勘弁さから CT が好まれる。脳梗塞の画像所見について述べる。上記表は脳梗塞における MRI の典型的・教示的変化である。超急性期は細胞性不腫のため拡散係数が低下し、それは DWI にて高信号、ADC マップで低信号という形で表現される。急性期では毛細血管の BBB の破綻により血管性不腫が起こる。血管性不腫により単位組織あたりの水分量が増加するため、 t2y にて高信号を示すようになる。急性期に再管流により、血管性負腫が増悪し、著名な脳負腫や出血性拘束を起こすこともある。亜急性期になると、細胞越しと血管越しにより、拡散係数が上昇してくるため、一時期見かけ情勢上正常化する。拡散協調画像では、t 2シャインスルーの影響を受けて、亜急性期後半まで高信号が持続する。 この現象があるために拡散強調画像で、高信号でも拡散係数の低下や、脳厚速超急性期と言えずとすることができず、ADC マップを併用して評価する。発症2週間ほどで、CT でも血管性負腫の軽減により一時的に病変が等級臭になる。しかし不明瞭を交わしており、FE と言われる。アキューでは、難膜髄膜粉膀による、 側腹血行炉の発達や、代償性の管流増加にて、比較的小さな高速層内の出血が認められることがあり、T2 にて低信号を示す。これは、急性期の出血性高速と異なり、重篤な神経症状の増悪を招くことはないが、楽な高速の場合は、これらの所見がある場合は、高血症万薬投与をしない方が無難とされている。その後は、 慢性紀所見として T2Y 高信号となるが、組織欠損の程度により、フレア画像で低信号化したりする。細胞が液空の海外によるものである。脳血管障害では遠隔部に二次性が起こることが知られている。代表例を示す。その他、有名な所見としては、皮質層上師というものがあり、衰退細胞層が選択的に拒血に陥ることであり。 発症後3週間ほどで T1Y にて皮質に沿った更新合域が認められる。脳内出血の画像所見について述べる。MRI の意義はヘモグロビンの生、科学的状態が鑑別できることである。脳内出血発症直後は血腫内の赤血球膜は正常であり、内部のヘモグロビンの多くは酸素を含むオキシュヘモグロビンである。オキシュヘモグロビンは 半時生態のため、t1 緩和時間、t2 緩和時間に影響を与えないが、血平は水分を含むため、軽度の t に延長を示すのが、一般的である。オキシュヘモグロビンは、数時間以内にデオキシュヘモグロビンとなる。デオキシュヘモグロビンは、常ね生態であり、t2y にて著名な低信号を示すようになる。自家率効果に、鋭敏なのは、グラディエントエコー法である。 t2 強調画像である。この画像では、急性期血種は著名な低信号を示す。しかし、t2 強調画像では、急性期血種と慢性期血種の区別が難しい。急性期から急性期にかけて、デオキシヘモグロビンは、変炎から酸化され、メトヘモグロビンに変化していく。メトヘモグロビンは、常時生体であり著名な t1 短縮効果を示す。ため、 t1y にて更新を化してくる。この時期には同時に血腫誘拐が始まる。赤血球膜破壊によるメトヘモグロビンの血球外、流出、不腫性変化によって t2y にて更新を化してくる。この頃は ct では血腫の変炎が低吸周域になってくるため、mri の方が血腫の境界、不腫性変化を正確に判定できる。 万世紀になるとメトヘモグロビンはヘモジデリンとなり、フ腫も落ち着き T1Y、T2Y ともに低信号となる。T2 強調画像でも低信号を示す。最も有名な蜘蛛膜下出血の CT 初見にペンタゴンと言われる暗状素への出血が知られているが、これは頭蓋内内径動脈動脈流破裂の場合によく認められるもので、 それ以外の動脈瘤破裂による雲膜下出血では、このような画像にはならない。また、破裂動脈瘤の30%ほどに、脳内出血を合併すると言われている。脳動脈瘤の後発部位としては全交通動脈。中大脳動脈の最初の分子部、内経動脈対五交通動脈とされている。全交通動脈瘤では、前頭葉下内側及び透明中核に、 ICPC では、側頭用に、中大脳動脈瘤では外方及び側頭用、全大脳動脈エイブ動脈瘤では、脳量から体上界に脳内血腫を形成する。高血圧性の脳内出血と明らかに分布が異なるほか、原則として近傍に、蜘蛛膜下出血を伴っている。アキュ性細菌精神内膜炎や重毛眼などでは、動脈瘤を合併し、 雲膜下出血、脳内出血を合併することが知られている。以下に出血部位から責任動脈瘤を推定する方法をまとめる。2004年の10万人あたりの脳血管障害の。 障害女性生命年齢データレス百250250から425425から600600 600から775775から95950の11251125 11から13001300から14751475 14 14から16501650 16から18251825 18 18から215 日本の原因疾患別死亡者数の割合と順位では、脳血管疾患は1951年から1980年まで1位、1981年から1984年まで2位、1985年から1994年まで3位、1995年から1996年まで2位、1997年から2010年まで3位、 2011年から2015年まで4位であり、2015年度は死亡者数129万428人のうち脳血管疾患による死者数は11万1875人であり、死亡者総数に対する割合は8.7%である。脳卒中の後遺症として手足の筋肉の軽縮が見られる場合がある。この後遺症に対しては、 ボツリヌス治療などを含む最新の治療法が臨床現場でも施行されている。ありがとうございます。